風月亭若宮公園は、神奈川県厚木市の西側、細田川中流に位置する都市公園である。調節地を備えた公園である。若宮公園は、森の里乳タウン南側に位置し、特定公共施設整備事業及び区画整理事業で整備され、1985年10月に開園した。総面積は約8.8ヘクタール。 公園の中央部を南北に貫通する形で、海水路として、景観的に生えるように整備された細田川が流れる。芝生広場を中心に北側には、野外ステージ、南西側には、自由広場と管理施設を持つテニスコートが併設され、西側には、D51 形状機器官舎を展示した広場、及び、幼州市から寄贈された東ず風の風月亭がある。 南側の若宮橋の田元には調節地があり、洪水時には川の下流に流入する水の量を抑えるよう設計されている。なお、この調節地には足の湖から招いた小伏白鳥が放されている。当初はオス、メス角1羽ずついたが、現在は1羽のみがいる。公園内及び付近には桜を多数配しており、咲きほころぶ季節になると花見客が多く訪れる。 それ以外の季節でも、週末を中心に余裕を楽しむ来園客で賑わう。若宮公園及び若宮橋の若宮の名は、江戸時代中頃にこの地あったと伝えられる若宮、八幡宮に由来する。調節地のダムの形式は、均一型フィルタイプで、貯水規模は15万立方メートル、地区外の農業用水として0.7立方メートルが常時確保されている。水深は、 常時2.7メートルで低水くらいでも0.9メートルである、コイン登り祭り、ありがとうございます。